下げて川井のクロス、セカンドボール拾います、田中陸、中へ右足でこぼれたボール、有利だ、先制山口、51分、中へ大前へ、田中流して右から小島のクロス、群馬同点、流れの中から今シーズン2点目、大前元気、池上がまた詰めに行きます、清水からの長いボール、田中俊也に通ります、小島もここ最後の力を振り絞ってサポート走ります、ゴール前2枚クロス、大前だ、セカンドボール加藤、さあ今度は左から三永、加藤のシュート、群馬逆転、92分、セブの力高いですよね、先に倒れないんですよね、そうですね、おっとクリアミス、裏に抜けてディサロが来た、出場6戦連発、今日も来ました、ディサロはキラシルバーの、さあ大宮は守備への切り替えが重要ですが、町野は自分で行きます、町野中にコースを取る、町野右から荒垣フィニッシュ、カウンター完結、北九州0対2、斜めのボール町野に入る、中央に高橋大吾とディサロです、入れてきた、ディサロが来た、パーフェクトな崩し際バンチ、0対3、何本パスがつながったでしょうか、長井からセンターバックの岡村、一つ飛ばしてディサロを使います、うまくフリックした、ディサロから左のスペース、シュートだー、長田の左足、西村から河本です、いいとこ、川面が浮き玉、星名が落として富山、反撃の1点取りました、富山高光、1対4、その差が3点に変わりました、スローインは松本山賀です、井上志音だ、そして山下のシュート、先制東京ヴェルディ68分、またもやりました山下、井出がドリブル、下げて井上志音、藤田、3人目の動きは福村、ここ切り替えですね、井上のシュート、東京ヴェルディ2点目、3人4人が連動してみんなで取った2点目、井出、佐藤、スルーパス、福村が狙っている、折り返してシュート、小池が決めて東京ヴェルディ3点目、ここも実に東京ヴェルディらしいパス回し、パスワークからダメをしてるともいえる3ゴール目、小柳ボールを受けてクロスが入る、マイナスのパスをシュート、ブロック当たりました、左サイド荒木が入れる、ヘディング決まった、ヴァンフォーレ甲府が先制です、前半32分、鮮やかなヘディングシュート、ここは冷静にシュートを放った、決まった、ゴールに突き刺した途中交代の有田、いや今はね少し誰ですかね、ボール奪った瞬間、長沼です、中に入れてシュートを落とせない、長沼ボールをキープ、中に入れてシュート決まりました、2点目、いやあのスルーが効きましたか ね、川村のゴールです、いや左足自信を持ってますよね、やはりね振り抜きましたよね、山本は高い位置、
ふわっと浮かせて金園シュート決まった、同点。いや、もう交代したばかりの金園ファーストシュート。まあ、今ワントップに金園が入ってね、右ウィングバックにお互い移動してますよね、はい。さあこれもドゥドゥヒールからボールを受けている。さあ振りで受けて、ドゥドゥに渡ってシュート決まった、逆転に成功です。こちらも途中交代のドゥドゥ、早い攻撃でしたよね。まずもう優先順位は前っていうね。縦に送ってシルビーニョ、ボールを奪い返そうというところですが、京都ボール仕掛けてドリブル突破、この位置からシュート、小島セーブ、こぼれてシュート、京都先制点、前半の41分、中野がゴールを奪いました。ここは逆に新潟中島が持ち上がります。本間志音一人かわしていく、ループでパスを出して渡辺新太、トラップしてシュート、追いついた新潟、渡辺新太後半51分のゴールです。本間志音からいいパスで最後渡辺新太落ち着いて決めましたね。加藤睦月カウンターになる、うまく出して久保田が走る、中では島津仕掛けて打ってきた、島津決まった、久保田から島津、先制は金沢、島津大成は4節甲府戦以来の今シーズン2ゴール目。西洋芝スピードの豊富な選手、ダイレクト上げてくる、右から、おっと右から飛び出して加藤大輝まである、マイナスのボール、見てこれが決まった、ミドル突き刺して同点、追いつきました。ピットブル、ゴール前村田折り返す、シュート打てるか、こぼれたところ、シュート決まりました、水戸先制点。最後は奥田かもだらしているというふうに話してましたので、はい、そういった面というのが非常にこのゲームでも見られてますよね、はい、その高橋がいい取り方しましたね。さあ左足のシュート決まった、大竹の左足、素晴らしい、ボールを奪ってからすぐ振り抜きました。角田から間を通して加藤、そうですね、いいターンでしたね、はい。さあそして大竹ドリブルで運んでいます、パイクマンに預けてクロスが入ってくる、旗がいる、決まった、2点目、また旗が決めた、今シーズン2点目、旗順基、マイクマからのクロスに見事に合わせました。富所に入ったところ、ここ消します、そして有馬、榊つながって榊のシュート、栃木先制、前半の11分、久しぶりにスタメンで出てきたこの榊翔太、今シーズン2点目。その榊に代わってこの時間から、ハン・ヨンテが入りました。上原ターゲット入れる、ヘディング、上原のヘディング決まりました、琉球が追いついた。いや采配ズバリですね、攻撃を遅らせます、黒崎、あスピードがある、うん、黒崎、ここは森合わせてヘッド、ハン・ヨンテ素晴らしい、ハン・ヨンテの今シーズン初ゴールで栃木がリードしました。池田、左から沼田のクロス上がってきた、上原のエンド、お見事、上原慎也今日2点目、素晴らしいですね、上原のヘッド2発で琉球が再び追いつく、一進一退の攻防。